はい、こんにちは、ひとです。今ね、アマゾンのブラックフライデーとかね、楽天とかね、いろんなところでブラックフライデーでいろんな商品が安くなっております。今年はね、こちらスマホをね、 iPhone15 Pro Max に変更してね、最初ケースね、こちら ESR のねケースですね、保護シーフィルムとか一緒にセットになったやつ、こちらを購入して使ってたんですけど、普段使いね、やっぱりリングつけるとめちゃめちゃ重たいもんで、これいいんですけど、やはり重量が気になるということで、実は今使ってるのはね、こちら楽天でね、50% オフで買ったやつなんですけどね、ちょっと無名感なんですけど、この後ろのリングがねちょっと弱いかなっていう感じで、こんな感じ、ここまでは立つんですけど、この辺ペタンと倒れちゃうぐらい弱いやつなんですけど、まあ普段使いには使えるし、マグセーフはついてるからいいんですけど、やはりね、今ブラックフライデーということで見てて、気になるものがあったので、やはり買っちゃいました。これね、何を買ったかというとね、こちらですね。こちらピタカのね、iPhone15 Pro Max のケースなんですけど、これなんと今 Amazon のブラックフライデーすごく安くなってて、6000いくら、ね、安くなってたので購入しちゃいました。やはりね、休みとかね、そういう時はね、やはりちょっとこじゃれたものがケースの方がいいかなというところでね、早速ね開封したいと思います。お、中はねこんな感じなものに入っております。で、硬い、これケースもかっこいいね、なんかこの感じね、重さね、重さね 20g ですね、 20g になっております。ちなみにこれね、前紹介した繰り返すものがありません。こちらの極薄のケース、だいたい 19.2 なんですけど、こちらも 20g とね、軽さでは引きを取ってないです。まあ薄いですしね、これはこれでいいな。これ何が良かったかというと、軽量プラスここがね、まあ先にはめますね、こんな感じでパチッと簡単に装着できます。もうほんと軽い、軽いけど、こちらね、保護レンズつけてるんですけど、それでも十分オールぐらいですね。それで上とかね、ここスリットが入ってて、この辺ね、この辺、ここがちょっと気に入ってね、今回のね iPhone のねプロシリーズ、この周りがねチタンなんですよ。ここね、あ、こっちの方がいいわ。こんな感じね、オズモモバイル3でもね使えちゃいます。いいな、いいな、休みの日はこれかな。普段仕事の時はこっちでもいいかなと思うんですけどね、休みの日はやっぱこれで持ち歩きたいかな。っていうかこれでいいかもしれんな。いい、良い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 、これ買ってよかった。よし、今ね
アマゾンのブラックフライデー中でね、購入したものね、こちらですね。ピタカのね、アップルウォッチ用のバンドなんですけど、実はずっとアップルウォッチ使ってて、まあ、シリーズ4っていう古いやつなんですけどね、こちら、ピタカのね、カバーつけてるんですけど、やはりね、今、お値打ちになってるね、このバンドを揃えたくて購入しました。じゃあね、早速開けたいと思います。これ箱がね結構重いんですけどね、これはね軽いめっちゃめちゃ軽い。でね、この下にね、付属用のバンドですね、バンドが付いております。これはねサイズ変えれるみたいね、なんかちっちゃい用のサイズかな。あとは、あ、これ、ね、こちらを見るとね、ピンをね、バンドの外し方が図解されております。ということでね、早速ねつけてみたいと思います。要注意のことだね。ということで、装着が終わりました。でね、これをね、重さ測ってみたいと思います。重さが 62g ですね。62g になりました。ちなみに、前ね、
ナイキのスポーツバンドを装着してたんですけど、こちらね、こちら装着した時の重さをね測ってみると、46g。 まあこれよりは重くなったんですけど、やはりね、でも思ったほど重さが増えたなっていう感じはないもんでね、なかなかいい感じになります。でね、これここのねカバーとね、こちらがカーボンになったもんでね、見た目がね、フォーマルな感じになりました。装着はね、まあまだ慣れてないんですけどね、下からこんな感じでパチッとはめる感じですね。こうやってね、もうロックがされます。で、これ押さえられてもね、磁石でね、ついてる感じですので、引っ張らないと外れない感じですね。引っ張ると外れると。で、装着はですね、ここからね、パチッと合わさるだけかな。こんな感じですね。よいしょ。お、ちょっと終わってねえな。こんな感じで、ちょっとずれてもね、磁石でね、パチッと合う風になります。これ合わせてね、だいたい18センチぐらいね。こちらのケースが18センチ、手首が17センチですので、それぐらいだとね、5コマ外しました。はい、ということで今回はね、 Amazon のブラックフライデーでピカタのねケースとね、 Apple Watch のバンドを買ってみたんですけど、本当にいいです。もう両方ともね、軽いしね、なんだろう、もっとって最高です。ということで、ね、まだまだ Amazon のブラックフライデーありますのでね、iPhone ケースなんかはね、前の12とかね、13はねすごく安くなってますので、ぜひねこの機会ね購入してね、装着してください。ということで、ご視聴ありがとうございました。Продолжение следует...